色上質紙をくるくる切ってツリー型のランプシェードを作りましょう。色上質紙に渦巻き模様をプリントします。渦巻きは手で描いてもいいです。線に沿ってくるくると切ったら端に細かく切り込みを入れます。シュレッダーバサミを使うと早くできます。次に土台を作ります。短い方の辺を1センチほど折ります。角を45度にして1センチ折ったところに重なるように折ります。一度広げて端の小さい三角を切り取り、折り返したところに糊をつけます。45度の折り目でもう一度折ってぴったりと貼り合わせます。これをさらに半分の半分に折ります。裏返して先端から折り目をつけた紙のところまでの長さを測ります。 A4 用紙の場合21センチです。反対側にも21センチのところに印をつけ、まっすぐ切ると細長い二等辺三角形ができます。これを広げて折り目が全部山折りになるように折りつぶしていくと八角錐になります。八角錐の下の方から渦巻きをセロテープで貼っていきます。八角錐に沿うように一周したら5ミリほど間を空けてセロテープで留めます。これを繰り返します。最後は糊で貼り付けます。八角錐に両面テープを貼り付けておく方法もあります。同じようにして渦巻きを巻きつけ、両面テープのところまで来たら押さえて貼っていきます。最後は渦巻きの方に両面テープをつけて貼り付けます。いくつか作って林のように並べ、中に LED ライトを入れると葉っぱの切り込みがきれいに浮かび上がって見えます。黒い紙などで作ったランプシェードと組み合わせて飾るのも綺麗です。